実際僕もねやっぱ IMZ っていえば、まあ、台湾で一番遠くに飛ばせる理由だよなって思ってるんですけど、逆にその浅見座になったことで、まあ、こういうビッグウェイト系の釣りのショートディスタンスのキャストなんかはすごいやりやすくなったんです。新しい、まあ、あの P ロングモードなんですけど、ピーキーにするわけではなくてセーフティーにしっかりと振り込んでさらに飛距離を出すっていうのが目的で作ったモード、まあ、現状の PE モードじゃ物足りない方、さらなる飛距離が求められやすいようなモードになってます。200に関してはギア比が、あのリミットブレーカーになかった 7.3 のギア比が追加になってます。 7.3 が出てたことによってちょっとあの汎用性は広がってるかなっていう印象はあります。実際このビッグベイトなんかもね、エクストラハイギアって僕相性いいと思うんですけど、例えばこういうね服をすごくゆっくりネチネチ動かすときなんかは逆にこういう 7.3 のギア比とかの方が合いやすいですし、あとはやっぱ羽物を結構デッドスロー気味に使う機会が多い人なんかはこのギア比はすごい合うんじゃないかなと思います。でもやっぱりあの IMZ っていうとすごくね飛ぶリール、ね、遠投に向いたリールっていうイメージを持ってる人も多いと思うんですよ。実際僕もねやっぱ IMZ って言えば、まあ、台湾で一番遠くに飛ばせるリールだよなって思ってるんですけど、200になったことで、ね、スクール浅溝にはなってるんですけど、飛距離の分ももう申し分なし、やっぱ遠投性能は変わらずっていう感じなんですけど、そのこういうショートディスタンスの釣りですね、このビッグベイトに多い、まあアラバマなんかもショートディスタンスが多いですけど、このショートディスタンスの釣りに関しては明確にアプローチのしやすさが出てですね、その前まではやれないことはなかったんですけど、じゃあこのピッチングの釣りがやりやすいかどうかって言われると、場合によってはちょっとキャストが上につけちゃったりする場面とかも多かったんですけど、この浅溝のスクールになったことによって結構そのね、このピッチングとかの面においてはメリットがすごい大きいなと思います。でなおかつその遠投性能もねしっかり損なわれずに遠くに投げれる、これやっぱ IMZ のいいところだと思うんで、いいところはそのままに、まあ結構個人的にはバースタイル性が大きく増したんじゃないかなと思います。ラインキャパに関しては18ポンドで100で、以前出ていた IMZ のリミットブレーカーに関しては20ポンド100っていう風に、まあ結構ラインキャパの部分も変わってきてるんで、よりその IMZ を使う中でもそのバーサタイル性を求める方にとっては IMZ200 の方が合うかなと、まあ、バーサタイル性って言ってももちろん重いルアーがメインなんで、重いルアーを扱う中でのバーサタイル性ですね。でこのノブもですね、実は新型になってまして、アイシェイプの、ね、ノブの中でもこれ多分すぐ手に取って分かるレベルだと思うんですよ。すごくフィットするんですよ。でやっぱビッグベイト系の釣りってやるときなんかにこうやってね、こうハンドル握ってこう動かすことが多いじゃないですか。握りづらいノブなんかでやると結構やりにくくてダメなんですけど、このノブに関してはすごくフィット性があっていいノブだなと思います。この IMZ200 に関してはね、他のリールと同様ハイパードライブデザイン採用しています。今のね、台湾のリール、ベトリールはほとんど採用してると思うんですけど、やっぱりこの巻き心地の部分だったりとかは、それを採用してないね、過去のモデルと比較するとやっぱ全然違うんで、やっぱりこういう大型のリールってタフさが求められてくるんで、巻き心地の良さプラス強さっていう部分が、ハイパードライブデザインによって実現されてるかなと思います。でこのビッグベイトの釣りに関してはやっぱり僕の中ではもうほんとワームと同じで、ビッグベイト系の釣りってもう丁寧さが重要なんで、このハイパードライブデザインによるこの巻きの安定感すごい大事なんですよ。このルアーに動きを入力するときのこのわずかな差でビッグベイトってルアーの動きめちゃめちゃ変わるんで、まあそのハイパードライブデザイン採用したことによって
そのルアーを動かす面でのメリットもすごい大きくなったなと思います。で、まあ、引き続き継続ではあるんですけど、 IMZ リミットブレイカーでも同様にダイワーアプリと接続して、例えば今何メートルキャストしましたとか、ライン放出量で表示されるものとか、今日何回キャストしましたっていうのは、あのダイワーアプリでこの IMZ200 も同様に楽しんでいただける仕様になってますんで、結構ね、僕もこの IMZ って遊んでて楽しいリレーだなって思うんですよ。その釣り終わった時に今まで自分で何回キャストしたとか当然知る由もなかったんですけど、結構ね、冬場とかも友達とこれで煙突大会して遊んだりとか僕もやってたんで、結構その新しい釣りの楽しみ方を、ね、提案してくれる理由になってるかなと思います。
今 48g のウェイクベイト投げてますね。おお、やっぱいいですね。新しい、まあ、あの P ロングモードなんですけど、基本的にやっぱりピーキーにするわけではなくて、あのセーフティーにしっかりと振り込んでさらに飛距離を出すっていうのが目的で作ったモード。やっぱりピーキーにするものするんだったらまあ簡単なので、それではなくて安心感を持ってしっかりと振り込んでいける、でなおかつ P モードより飛距離が出ることを目的にして作ったモードですね。なのであの P モードを、まあ、現状の P モードをじゃあ物足りない方、さらなる飛距離が求められやすいようなモードになってます。あの鉄板バイブとか規定高の重たいもの、 XHL だと結構かったるいんですよね。疲れてしまう、1日投げてるとちょっと疲れちゃうんですけど、だから XHL は XHL で、あの糸さばき早かったりとか、特にあのトップウォーターとかスイムベイトのラインスラック用結構出すようなものだったら XHL の方が結構利点があるんですけど、強波動を巻きでしっかりと強く巻いていくんだったら HL の方が巻きやすい。おいしくった、あーバレた、くー、あまだ、あおもう一回食った、もう一回食った、わーい、あーやっぱドラッグ性能いいっすね。おお元気、すごい、おお元気元気元気、この時期バレますからね。よしよしよし、跳ねないよ跳ねないよ、おーナイスファイター、元気ですね、うん、やっぱ巻く力すごい強いね。おーもう一回、おっしゃー、よいしょ、あいい魚ですね、金色、まだ夏の魚ですけど、うん太いっすね、よっしゃー、さあちょっと風吹いてきたんで結構うねりも強くなってきて、でまあ HL、まあ、ギア比が少し低い方だとこの風だとちょっとね、感度が分かりづらくなったので、また XHL に戻して、でラインスラックも出るので、まあハイギアの方がラインスラックの回収も早いんでちょっとやってみたいと思います。飛ぶ、自分で作ったんであれですけど、やっぱハイパーロングキャストモードめちゃくちゃ飛びますね。今めちゃくちゃ吹いてますね。やっぱこういっためちゃくちゃ吹いてる時は XHL、 今結構ラインスラックパーって出てるんですけど、もうこれでスラック取れてるんで、やっぱりベイトの、まあ、ベイトのソルトウォーターでの利点として言えば、スピニングよりスラックをコントロールしやすいのと、で、まあ、昔まではねそんなにこんなにギア比が高かったりとかっていうものがなかったんですけど、今これ1回で100センチあるんで本当にスピニングと変わらず、むしろスピニングよりラインスラックが操作しやすい分、着水からすぐに魚にアプローチしやすいですね。でこれサミング途中してないんですよ、もうこれだけ。この PE のロングキャストモードはやっぱりセーフティーなのに飛距離が出るっていうモードに仕上げたんで、意外とボートってボートプレッシャーがあるんで飛距離ってすごい大事なんですよ。意外とおかっぱりより飛距離が必要なシチュエーションが多い、うん、
なんでボートでもこんな感じで大円筒したりとか、そうですね、これで今、まあ、鉄板バイブラで飛行姿勢がいいんですけど 100m ぐらい広くちょっと探ってますね。ベイトでやっぱ PE で釣りをするってなると高切れが怖い方が多いんですよね。うん。で高切れが怖いとやっぱりメンタルがどん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 ダメになってきてしまって振り切れない、うん、で振り切れないとやっぱり余計バックラッシュしてしまったりとかするんで、俺は本当にセーフティーに感じるのにもかかわらず思いっきり飛距離が出しやすいんで、どんどんどん振り込んでいける、だから上達していけるんじゃないかなって思いますね。思うというか確実にこれだったら上達できる。特にシーバスのルアーってやはり比較的重たいものが、うん、多いと思うんですけど、重たいから抵抗が多かったりとか、あとやっぱり昨今ビッグベイトが流行ってるんで水の抵抗重たいじゃないですか。そういう時にしっかりかっちりと巻いてくるこの感覚っていうのは、これ多分使ってみれば一目瞭然だと思います、うん、でもちろんまあサイズ感は違うとは思うんですけど、大きくてやや大きくてでしっかりとパワーのあってしっかり巻けるもの、これのこの違いだけでもあのちょっとした違和感とかっていうのが分かりやすくなるんですよね、うん、例えば今これ後ろから風こう背負ってるんですけども、流れ自体は左から右に入ってるんですよ。こういったのも竿だけじゃなくてリールの感覚で分かりやすい、あここ抜けちゃったなとか、あここ強く噛んでるなっていうのがこのリーリングで分かってくる、うん、これはやっぱりハイパードライブになったから明確化された感じですかね。もちろん今までのものも分かるんですけど、よりクリアになってるような感じ。おー、してた。よっしゃよっしゃ。マドラス性能めっちゃいい。よいしょ、おい、いいですね、はい、食わせました。めちゃくちゃいい魚です。で今 P のロングキャストモード、オレンジ色ですね。でまあかなり飛距離を出して広く浅くサージしてってドンと食わせました。ランカクラスやりました。やっぱり飛距離大事です。嬉しいです。だぜ。しかもいいサイズだ。よし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 。おお、でかい。よし。よし。わあ、ハーモニカ。頼むぜ頼むぜ頼むぜ、おいで、おっしゃー、よっしゃー、これもでかいっすよ。よいしょー、完全にランクありますね。よし、で今モードがオレンジの P ロングキャスモードですね。でこういったビッグベイトとかこういった
まあ、ストラクチャー周りタイトに打ってるのもセーフティーなんで、なおかつ飛距離出るので安心してタイトに打ってました。はい、いいランカーサイズですね。秋の初めてなんですけど出てくれました。完全にランカーありますね。重たい。